反抗するウクライナ軍の奪還作戦が進む中、クリミア半島においてハイマースの射程圏内に入ると全てが終わるとの情報を入手したよ。欧州最長とされるクリミア大橋の爆破でクリミアでの動きが活発化しているってわけだね。ハイマース圏内80キロで補給路や弾薬庫が破壊される作戦が繰り広げられているのは周知の事実だしね。そうだね。さて今回はクリミア大橋の爆破について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年10月2日、ツイッターにおいて全ての道はクリミアへ通ずという前書きされたツイートがアップされ、その投稿者というのが2018年までアメリカ陸軍欧州司令官を務め、現在はシンクタンクの欧州政策分析センターで戦略研究責任者のベン・ホッジス退役中将であることから、密かに世間を賑わせているみたい。ホッジス元司令官はツイッターの投稿で全ての道はクリミアに通ずというタイトルをつけて、ウクライナ軍による反撃にはもはや不可逆的とも言える弾みがついており、彼らは間もなくクリミア半島にあるロシア軍の基地を、ハイマースで攻撃可能な射程内に抑え埋めることができる地点まで到達するであろう。やがてそれらの基地をロシア軍が防衛することは不可能となり、クリミア半島がウクライナの領土に戻るのは時間の問題であると書き込んだんだ。このタイトルはフランスの詩人であるラフォンテーヌの全ての道はローマへ通ずとの有名な言葉を引用したもので、表面的な意味としてはかつてヨーロッパからアラブ方面にまで力を広げた。大ローマ帝国の全ての力使徒ローマに道が通じていたことを例えた言葉であるが、本来の意味は目的を達成するための手段はいくつもあるものだが、その出発点が違っていたとしても目的が同じならば、やがて同じ場所に達して目的を達成するということが込められているよ。ホッジス元司令官がツイッターの投稿でこの言葉を引用したのはウクライナが侵略してきたロシアに勝利する手段はいくつも考えられるが、その行き着く先はクリミア半島の奪還であり、ウクライナがクリミア半島を奪還することでこの戦争と、これまでのロシアとウクライナとの紛争が終わるとしているからであるという意味が込められているわけだね。ウクライナ南東部に位置するクリミア半島は2014年にロシアが強制的に併合させたが、それ以前に8年もかけてロシア化が進んでいたほか、ロシア海軍にとって貴重な埠頭港で造船や回収設備が整っている軍港セバストポリが存在し、ロシアにとって黒海を支配する上で大変重要な半島であるため奪還されるわけにいかないんだよね。このような経緯から、ロシアは今回のウクライナ侵略においても、クリミア半島を自国の領土としてウクライナによる攻撃は絶対に許さないと訴え、実際ウクライナ軍にアメリカから高機動ロケット砲システムハイマースが供与されることが決定した際に、それから発射することができる射程 300km の GPS 精密誘導ミサイルエイタクムスにより、クリミア半島とロシアのクラスノダール地方のタマン半島とを結ぶクリミア大橋への攻撃が可能となったんだ。これらのことからロシア側が警戒レベルを強め、クリミア半島が攻撃を受けた場合、自分が仕掛けておいているにもかかわらずロシア本土への攻撃とみなして核兵器による報復を実施することをほのめかしていたね。すごく自分勝手だよね。どう考えても報復するのはウクライナ側でしょ。10月8日に発生したクリミア大橋での爆発が、ウクライナによる攻撃なのか、あるいは特殊部隊などによる破壊工作活動なのかについては、ウクライナ側は認めておらず、ロシア国内でハトラック爆弾が原因だとしておりプーチン政権反対派によって延期起訴された可能性もあると報じられているんだ。おそらくクリミア大橋の報復としてロシア軍が10月10日からウクライナ全土に向けて、巡航ミサイルやイラン製の自爆型ドローンなどによる民間インフラへの無差別攻撃を行っているんだけど、核兵器の使用をほのめかしていたにもかかわらず、西側諸国による制裁の影響で新規製造ができず在庫が枯渇しつつある精密誘導巡航ミサイルを多数発射していることから、クリミア半島をウクライナ軍が直接攻撃したとしても核攻撃はないという見方が強まっているんだ。また、2022年8月のウクライナ軍によるクリミア半島のロシア軍の先基地などを含む軍事施設が攻撃を受けた際にも、この場合はウクライナ側が関与を認めていたにもかかわらず、
核兵器による報復攻撃はなかったため、プーチン大統領はウクライナに対して核兵器を使う可能性は低いとして、日本のメディアでは汚い爆弾と呼ばれる RDD 放射性物質爆弾が使われるのではないかと報じられているね。イギリスの新聞デイリーメール紙が、ホッジス元司令官へのインタビューで同体液中将が考える今後の展開についての予測を10月5日の電子版に掲載していて、ホッジス元司令官の予想によると、現在ウクライナ軍が反攻作戦を進めている東部ドンバス地方のドネツク州とルハンシク州及び、南部ヘルソン州の2方面の他に1方面をプラスして3方面から攻勢を仕掛け、クリミア半島奪還を目指しているといった内容だね。ホッジス元司令官の頭の中にあるミライズは、当初南部戦線においては主力部隊がヘルソン市を攻略中であり、一部の部隊が補給路となるドニプロ川に架かる橋と水力発電所があるノバカホフカの奪還に向かっているものの、ヘルソン市奪還後はドニプロ川西岸にいるロシア軍部隊を駆逐し、さらに南へ進んでいきクリミア半島奪還を目指すということだと思う。次に、ドンバス地方の解放を目指そうとしている東部戦線では、ドンバス州とルハンシク州においては2014年から紛争が継続しており、ウクライナからの分離独立を目指す新ロシア派武装勢力が根強く存在している上、どうやら現在ウクライナ西部などで編成中とされる虎の子的存在の予備役部隊を使って、ロシア軍の長径なる防衛線を分断するように突入させ、クリミア半島を攻略するというのがホッジス元司令官の構想となっているみたい。世間一般的にもクリミア半島奪還作戦は熾烈な戦闘になると考えられているよね。ホッジス元司令官は、ウクライナ軍がヘルソン州を奪還すればクリミア半島全体が、ハイマースの GPS 誘導ロケット砲の射程圏内に入って、プーチン大統領もその防衛を諦めざるを得ないことになるだろうという考えで、その状況になりつつあるんだ。2月24日に火蓋を切ったロシアのウクライナ侵略戦争の展開は、これまで全体像が見えにくかったけど、このホッジス元司令官の見方が正確でウクライナ軍の戦略を言い当てているとするならば、各地域で繰り広げられている戦闘の意味が理解できるとする声が上がっているよ。本県のクリミア半島とロシア本土を結ぶクリミア大橋の爆破については、クリミア半島に駐留するロシア軍の退路を断つことにもつながり、そのままクリミア半島のロシア軍を兵糧攻めにすることもできるため、もし本当にクリミア大橋の爆破にウクライナ側が関与していたとすれば、クリミア半島奪還作戦を本気かつ予想以上のスピードで実行しようとしている可能性が高いね。しかし、現時点でクリミア半島に駐留しているロシア軍の兵力は不明とされており、ウクライナに侵略する以前はセバストポリの黒海艦隊司令部、海軍歩兵旅団司令部、沿岸ミサイル連隊が4個基地4カ所のほか、海軍航空隊の数カ所の軍事空港や通信施設を含めて、12カ所以上の基地を配置していて、黒海艦隊を中心に駐留兵力は推定2万数千人となっていたんだ。そのうち地上部隊は、第810海軍歩兵旅団の2500人の歩兵部隊と、他に数百人の海軍特殊部隊が投入されていたんだけど、侵略開始前にはヘルソン州、ザポリージャ州に侵攻した陸軍部隊が駐留していて、そのうちのどれほどの部隊が半島に残置されたのか、あるいは増援部隊がロシア本土から送り込まれたのかは謎なんだよね。仮にヘルソン州からロシア軍をクリミア半島に追い込んだとして、クリミア大橋を完全に破壊してしまった場合は袋小路に追い詰められたネズミのように、ロシア軍が必死となって抵抗することは明らかであるが、ウクライナ軍にも多少なりと損害が生じることは避けられないだろうね。だからこそ、事前にウクライナ軍はクリミア半島をドニプロ川の橋のように歩兵や軽車両のみ渡れるように残し、ロシア軍が戦車などの攻撃的兵器を放棄して逃げるように仕向けているのかもしれないよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。